さて、今回の大雨被害で今後の見通しが立てられない事業者が多くいます。後片付けに営業再開、悩む店を取材しました。ここが食品加工スペースになりまして、看板商品の山菜は泥水に浸かり、冷蔵庫も動かなくなりました。これが、水という、山菜の種類になりまして、塩で漬けています。泥水がの近くまで来ていますので、衛生管理上好ましくないなということで、これらはおそらく使えない状態だと考えています。村上市の JR 坂町駅前で山菜の専門店を営む古林拓也さんです。被災当時は出張で県外にいました。もうパッと見た瞬間に、もう全部ダメだなという感想でした。食材については基本的には全廃棄ということで、本年度1年分の食材が全て使えなくなってしまったという状態です。食材の被害額はおよそ1000万円に上るといいます。東京で IT エンジニアとして働いていた古林さん、妻の実家がある新潟県に移り住み、2年前にオープンさせたのがこの店です。都会暮らしから一転、山菜採りも見よう見まねで行います。どうやって取ればいいの？こう、どうやって取るの？こうなってるぞ。こうなってて、こうなってるぞ。こうなってて、そしたらこれをギュッとこう入れて、あ、そういうこと。入れてさ、こうして取ったら、妻さよさんのおば金子貞子さん、古林さんにとって山菜採りの師匠で、一緒に店を経営しています。これは見てない。だろ、あれください。泥を落としたいんだけど。だって泥を落としたで、いるのだけ泥を落としてるの。床はブヨブヨ出てきてるしさ、まあ、元通りに戻すって場合ね、500万やそこらでは戻らないからね。再建はちょっと無理なんじゃないかな。古林さんの店だけではありません。坂町駅前の浸水は激しく、駅前商店街は深刻な被害が出ています。青果店では、果物野菜だけで500万ぐらいじゃないですかね、あとこういうほら冷蔵庫みたいのが新しくせば1000万ぐらいかかりますから。こちらの店でも、いや見込みないです、どうしたらいいか、とにかく今途方に暮れてるから。現在県や村上市などは被害のあった地域を視察、住民の要望を聞きながら仮設住宅や店の再建へ向けた費用の補助など対応を検討しています。山菜の専門店を営む古林さん、 IT エンジニアとして働いていた経験からネット販売も展開、全国から注文を受けるなど順調だったといいます。またここ再建するとなると、もう本当に大きなお金が必要になるということと、原材料もゼロから仕入れになりますので、再度組み立てていくにしても、ちょっとどういうふうにしていくのがいいかというのがまだ答えが見つかっていない状況で、今後店を再開することはできるのか、大きな不安を抱えながら復旧への歩みは続きます。